どうしたんですか？珍しい。いつも陽気で ワイワイさしてる人が急にさ、泣いてるとさ、びっくりするよね。どうしたの？悩みでもあるんですか？ゆっくりでいいよ。ちょ、落ち着いて一回。ね。きれいにしようと思ってるのに。部屋をきれいにしようと思ってたんだけど、できないと。そういうこと？そういう自分が、もうなんか嫌になっちゃったんでね。なんか、ここを片そうと思ったら、ちゃんと終わらないまま他が気になって ここも片さなきゃ、あそこも片さなきゃ、あそこも片さなきゃ、もう無理ってなっちゃうんでしょ？で、明日にしようって言ってまた次の日が来ちゃうと。それが、ちょっと自分の中で今すごく嫌なんだ。どういうこと？で、どんどん散らかっていくじゃん。早くしないと。でもなんか、綺麗な状態を保てないそういう自分が嫌なのね。そんな泣くほど嫌だったんだ。そっか。ママの部屋行くとさ、いつも同じ状態じゃん。でもママは別にあんま活動してないから、寝る時ぐらいしかいないからさ。私毎日違うなと思って。あ、ママの部屋に来るとそう思うの？そんな、そんなこと思うんだ。そっか。じゃあ、綺麗にしていこう。まず、だから、しーちゃんの場合は、ちょっとやったらすぐ飽きて、もういいやってなって、で、次が気になって、次も手を出してって感じだから、まず一個のことを完璧に終わらすまで、そこをずっと掃除する、掃除っていうか、綺麗にする。ね、そうしていかないと、一個も終わらないから、もういろんなところが汚い、嫌だってなっちゃうんでしょ？だからまず一つのとこ、まず自分で優先順位を決めて、どこをまず一番綺麗にしたいのか？まずそこをちゃんと綺麗にする。今はどこが一番綺麗にしたいところ？ここ、手で。この机とベッドかな？このゾーンをきれいにしたいのね。でも言うほどさ、汚くはないんだよね。ただ今ちょっとなんか改造中で、ちょっとなんか、ちょ、恥ずかしい。あ、ちょっと恥ずかしいですか？恥ずかしい。こんな感じで。汚い。汚い。じなんかゃあ、こ物こ、の、なんか、物が溢れてるわけじゃないんだよね。しーちゃんの机の上は。ただ、なんかこう、綺麗にこう、きちきちっと整頓というか、綺麗に物が置けなくて、どうしようって悩んでるうちにぐちゃってなっちゃうみたいな。そう、前回まではね、ママも結構手伝って、こうしたらいいんじゃないみたいなことをね、言ってたんだけど、最近ね、もうしーちゃんももう、中学生にもなるし、全部もう、自分で頑張んないみたいな感じだからね、なかなかできないね。なんか物のさ、なんかさ、場所が決められなくてさ、なんかコロコロ変わるの、あ、ここ場がいい所かが。も、ここがいいかも、みたいな。なんか気づいたらどっか置いてて、私ああ、そうだ物ね。の、なんていう管理か。がね。でも、それはね、まあ、もうしょうがない、そういう子はいるよね。なんか、無意識に置いちゃうだ子っからてい帽子る。がそこにあるし、あっちにあるはずなのに。なんでだろでも、それはもう遺伝だから。う。パパがそうなんだよ、実は。パパがそういうタイプで、いろんなとこに置いても無意識だから、自分で覚えてないんだよね、どこに置いたっていうのとか。だから、まあそれはもう、あまり悩まずに、まあこういう人間なんだってちょっと向き合うのも大事。もう諦めて、パパもそうだし、みたいな。私はパパに似てるし、そういうとこがあっても、
しょうがないと思う反面でも努力はした方がいいかもね。なるべく帽子を見つけたら片しに行こうって、うん、まあいいやって思わないで、あ、ここに帽子あった、じゃあ帽子あっちだから帽子片そうって言ってその場ですぐ片せばいいじゃん、うんうん、それを帰って1日30分でもやれば違うよね。帰ってすぐダラダラするんじゃなくて、なんかこうちょっと汚れてるなと思ったらそこをまず片してからゆっくりしようとかさ。ダラダラするの良くないと思ってさ、うん、帰ってすぐ宿題をやってみた、うん、宿題終わるとダラダラしちゃうんだよ。あ、宿題やれたんだよ、うん、だしーちゃんさ、宿題をしながらなんかスマホ見てるじゃん。音楽かけたりかな、うん、それが宿題終わったらそのまま延長でなんか見ちゃうんじゃないの、スマホ動画とか、うんうん、だからそういうのを時間を決めてやった方がいいんじゃない、スマホ見る時間とか。メイクとかも必ず音楽かけてやっちゃって、うん、でそのままなんかメイク終わってもそのまま見続けちゃうみたいな。そのまま次はなんか音楽じゃないやつを集中できるから、 YouTube に終わったから、うん、まメイク集中するから音楽かけて、うん、で終わったから動画に集中みたいな。そうだよね、流れてっちゃう、うん、だからそういうのがあるから、うん、あのダラダラと結局動画見た、やばいもうで下でご飯だよって呼ばれ て、うん、て何もできなかったみたいな。宿題がご飯だよって言われて、あ、やばもうこんな時間、こう時計ないから今、うん、最近もうそんな時間かっつっていつもしていく。うん、だからそこだよね、まずね、そのスマホを、うん、音楽をかけるんだったらもう音楽しか聴かない、うん、終わったら、宿題終わったら音楽を止める、うん、聞くなとは言わないから、うん、もうね、音楽聴きながらやる人、やる方がね、宿題とか勉強とかはかどるって人もいるからさ、そこは否定しないけど、ただ終わった後動画にこう行っちゃうのはダメじゃないってことよね、だらだらと、うん、それだったらスマホをやめて違う音楽の流し方、今あるのか分かんないけど、もう最悪そうするとかさ、うん、音楽、そうだね、でもないもんね、うちの CD プレイヤーない、ないもんね、難しい。まあとりあえずスマホにあんまり執着しないのが一番かな。 CD CD まあ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 、まあ、とりあえず時間を決めて音楽以外は触らないって決めてやればいいじゃん。で、なんかちゃんと自分で一個これを帰ったらここだけはやろうってものを決めてやったら見ようとかさ、やっぱ帰ってずっとさ掃除しなきゃってなると気が重くなってやだなと思うから、今日はこの例えばこのメイクワゴンのこの上の段だけちょっと片そうとかさ、そういうの決めて、で片したら今日一個掃除できたからご褒美に動画見ようとかさ、そういう感じにやれば苦しくないんじゃない？なんか帰ってきてあれもやんなきゃこれもやんなきゃ、ああ何時間もかかるって思うから、うわーやだーってなっちゃうから、ちょっとやろうみたいな、今日はこの机の中でも全部やろうと思うとあれだから、この片何一角、うん、この一角だけちょっと綺麗にしてみようかなとか、うん、そういうぐらいでも全然いいんじゃない、うん、それが毎日さ積み重なれば綺麗になるし、うんだね。まあでもそんなに言うほどね、なんだろう、ゴミ屋敷みたいな風になってるわけでもないんですよ。でもなんか本人がね、この辺もちょっといいやつして、この辺もちょっとやっぱり今ごちゃごちゃしてて片したいっていうね、漫画を下もちゃんと綺麗に置きたいっていうね、漫画だけにしたい、ね、そう漫画ね増えてきたから、うん、漫画だけにしたいんだけど、この下の荷物をどうしようってなんか考えてるうちに終わっちゃうんだよね。今までそこにあったから。そうだよね、うん、その場所がなくなっちゃった。そうだよね、片付ける場所が、うん、であとちょっとこの中もねちょっと汚いんですよ、あの一瞬ですけど、ちょっと今物が増えて、ちょっと今制服、中学校の制服とかね、あの段ボールに入ってるのがあるからしょうがないことではあるんだけど、うん、じゃあここも掃除したいんだよねそれに今悩んで突然ね爆発しちゃったのね、最近ずっとそれで悩んでね、そんな自分が嫌だったんだね。うん
かないよ、泣いてもしょうがない、うん、ね。じゃあ今日はお休みだから少し時間あるから、はい、お片付けどっかしようか、一緒に。どこから、どこが一番気になる？机か、うん、じゃあ机からまずちょっと納得いくぐらいまでちょっと片付けよっかね。はい、じゃあちょっとね、この動画はもう長くなっちゃったんで、これで一旦終わりにします。あのちゃんと動画にするんで、もうしょうちゃんはもう小さい頃から YouTube まあ撮ってるんだけど、やっぱね、動画にするとやっぱちゃんとやるんだよねそういうなんかカメラを回さないと怠けちゃうだよ。なんかなんだろうね、もう小さい時からもう YouTube やって6、7年ぐらい経つかな。だからそういうのがあるのかもしれないけど、だからカメラを回してほしいってもう本人からご要望があったのでちょっとカメラもね、ちゃんとやったのかっていうご報告も兼ねて、出来上がったのとかね、ちゃんとみんなに見せられたらなって思います。まあ今のところ予定してるのが机の上で、ベッド周りがすごい汚いって本人が言ってて、で、あとこの本棚、うん、この辺だよね、うん、で、あとさっき映したウォークインあたりもちょっと床が見えるぐらいにはしたいということで、いいですか、はい、とりあえず、はい、じゃあまずはね、机をちょっと頑張って掃除していきましょう、うん、はい、はい、泣かないよ、泣いてもね、変わんないからね、うん、はい、じゃあ頑張りましょう、はい、はい、じゃあ見ります、バイバイだけしてまたねバイバイ